はい、どうもジンさんです。今回は最終章で10年越しに回収された衝撃の伏線を紹介します。といっても僕が気づいたわけではなく、知る人ぞ知るって感じの情報なのであらかじめご了承ください。それでは10年越しに回収された衝撃の伏線がこちら。これはブリーチ発刊に描かれているシーンです。これはイチゴが白夜に敗北した後、死神の力を取り戻すために浦原さんと修行している時です。因果の鎖が食いちぎられる前に死神になれればってところなんですが、その時イチゴは初めて残月のおっさんと対峙し、残月のおっさんが名乗るシーン。名前の部分が伏せ字になっているんですが、どう見ても残月の2文字ではなく流派バッハの6文字がちょうどいい感じなんですよね。つまりこの頃から残月のおっさんの本質はクインシーであり、流派バッハという最終章のラスボスまで考えていたというわけです。本当かよって感じだと思いますが、さらに同じく発刊というか伏せ字のシーンのすぐ後、縦横デタラメなイチゴの精神世界で落下している時、残月のおっさんはこうアドバイスします。待機中に無数に飛び交うこの霊視さえも足元に固めれば踏み台とすることができる。これクインシーの力のことなんですよ。死神も空中飛んでるじゃんってなりますが、これは原理の違いが問題なんです。死神の場合は自身から湧き出る霊視を固めて空中に立っているんですが、クインシーの場合は待機中の霊視を固めて足場を作っています。死神は自身から湧き出る霊力、クインシーは周囲の霊視を操る。こういう風に対比になっていることはご存知かと思います。なので残月のこの説明はクインシーのやり方なんです。やはり最初から残月のおっさんはクインシー、ユーハバッハとして描かれていたのではないでしょうか。ちなみにこの後ソウルソサイティに侵入したイチゴはなんやかんやあってザラキケンパチと対戦しますが、この時クインシーの影の力でパワーアップし勝利していることが原作で明らかになっています。発刊の描写は考察ですが、ザラキ戦の影がクインシーの力ってのが確定ってことも踏まえると、やっぱり初期から残月のおっさんの設定は考えられていたと思うのが自然だと思います。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。